会社の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。木曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各地にお邪魔し、その地域の歴史や魅力を、さらに八戸に住む面白人物をご紹介します。こんにちは、大地球です。オラホの地域自慢、今日は八戸市白金に来ております。版画家藤田健二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ハッチで作品展を開催されまして、はい、一部と二部とございましたですね、はいはい、ご覧になった方も多いと思うんですが、実は、もう皆さんご存知だと思いますけれども、藤田さんはご出身が鶴田町、仕事の関係で八戸に転勤になられまして、八戸にいらっしゃったのが昭和の38年ぐらい。はい、そうですね、はい、私が23かな。その頃はどのあたりにお住まいだったんですか？私は累計猿稼働したという地名で変わったのは今はなくなりましたけどね、そこの寄宿してました。その頃の累計っつったら何もなかったでしょ。累計田んぼが広々としてですね、素晴らしい、それこそ初夏窓を開けると累計田んぼの緑の風が吹き込んで、当時油絵その4畳半のお部屋で一生懸命油絵描いてました。ずいぶん変わりましたね。じゃあね、今は町になっちゃってね、広々とした緑が懐かしいですね。でご結婚なさったのはおいくつの時なんですか？昭和40年、40年の12月。25歳。そうですね、26になった時かな、その結婚なさった相手が大変重要なポイントになるわけですけど今インタビューを聞かないふりして聞いてらっしゃると思うんですけどね、奥さんね、どっちからどうなってご一緒になったんですか？私も分からんねえじゃん。なんで分かんないって。男と女だもん、黙ってでもくつぐとかくつぐんでねえの。ああそうですか。まあ青春だったわけですね。そうですね、なるべくしなったと、そういうところかな。で奥様はその時から、まあ、当時でいう看護婦をされてた、ね、今は看護師と言いますけども、看護師をやってまして、はい、夜勤やってましてね、だいたいうちにいるのかいないのかというわからないという、時々うちに帰ってくる人という感じだったんですよね。三交代の夜勤ですから、土日はまずいない日が多いということですからね、すれ違って分かりました。はい、でそのような過酷な奥様の勤務のことを新聞の読者欄に投稿なさいました、はい、それが1974年、昭和49年でございました、はい、この読者欄への投稿が藤田さんの人生を変えちゃった。変えちゃったですね。新聞の投資の題名は看護婦のという集まりという題名だったんですよ、はい、そしたら投資した新聞の編集者が看護婦のという立ち上がろうと向こうに直したんですよ。で乗っちゃった。だから立ち上がろうだから、当然全国の看護婦の夫たちはその見出しを読んで、まずだ黙って入れないと、じゃあ俺もやろうってうわーっとこう盛り上がっちゃったんですね。私そんなつもりなかったんだよないやどっかにあったんですよ。でも集まれって呼びかけるということは、呼びかけるということはみんな体験を語り合って、はい、これからどうしようか、あるいは子育ての仕方を、はい、情報交換しようとか、それでそんな程度だったんですよ。したがってみんなに恋に押されて、その年の6月に看護婦の親父宣言っていうのを書きましたね。
ということは全国的な運動になってしまったわけですか。なってしまったんですね。私は本意ではなかったんですか。いや本意ではなかったそうね、私よりも本当に全国の皆さんの方がむしろわーっと盛り上がって、結局水出し方ですよね。妻の労働条件のことを夫がありこり言い出すっていうのは前代未聞というか、当局としても扱いにくかったでしょうね。従業員である労働組合員を相手ならば向こうに対応のノウハウができてるけども、相手がその夫であるというところにちょっと扱いが難しかったのだと思います。でもその全国的に一気に盛り上がったということは、うん、それだけ同じ悩みを抱えている看護婦の夫たちが多かったということなんですね。そうですね、私の当初の趣旨はそれまで月13回の夜勤だったのが15回になりそうだと、これじゃ我が家はもう持たないと、だから当初した時はもうこれで我が家はもう看護婦との友で終わり、どうせ終わりならばこの実態をみんなに知らせて、それから辞めようじゃないかということで、もう辞める覚悟してたわけですね、共働きを。そしたらそんなことになっちゃって、マスコミは来る、テレビは来る、カンパは来る、で私辞めるわけにいかなくなっちゃったんですよね共働きをね、で同様期間その15回の夜勤もいつの間にか立ち消えになっちゃって、で結局私たちはどちらも定年までつい勤めてしまったという。そんな手応えがあるとは思わなかったわけですけれどもね、うん、でその看護婦の親父として、はい、その新聞の当初からそういうふうになって、はいはい、それがまたね話がいろいろその後出てくるわけでしょ。はい、まず一つはっきりしたのはですね、看護婦が夜お勤めに行くのは夜勤ですから、夜12時半とかからの勤務建て前なんですね、はい、その時はバス電車ないですよ、ないですね。本人は何で行くかというとタクシーで行くとか、夫に送り迎えされるとか、そんなことで、まあ普通タクシーとかの方が多いですよね。勤務終わった場合も同じですね。12時半に勤務終わった場合は帰る交通手段はない、でタクシーで帰ってくる、ところが本人に出ている通勤手当はバスとか電車の料金計算で出てるわけですよ、おかしいんじゃありません。おかしいでしょ。夜中のタクシーでなきゃ来れないような時間帯に引きを命令しておきながら、その必要経費は出していないということでしょ。それを新聞に投書したんですよ、はい、そしたら今度は国会で取り上げられた。そして当時は病院担当は厚生大臣、はい、それから勤務条件の担当は労働大臣、はい、大臣が答弁したんですよ。で一応その基準となるところは、まあ、国の病院なんかがまず一つの規範になりますから、それがきっかけで、国立の病院とかが手当が出るようになったということもありましたね。いろいろ問題提起をなさった藤田健二さんですが、今日は版画のこと全然聞いてませんどうしましょうね。明日一日で全部聞けるんでしょうか。不安になってまいりました。明日はなるべく版画のことを聞きたいなと思っております。看護婦の親父頑張る版画家の藤田健二さんに、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。